はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、これです。 B 弁当です。いただきます。今日は外で B 弁当です。種まで砕いちゃいました。今日ありましたから、天ぷらも。で、マカロニの日。今日もいい天気、気持ちいい天気。1時半。ギリギリでした。弁当屋さん着いたの。もうちょっとで買えなくなるところ。最高だね。最高。こんな味付け。今からちょっとお客さんのところに行かなきゃいけないんで、こんな弁当は食べないです。今日の唐揚げも素晴らしい。天ぷらちょっとこう一個一個やるの大変だからね、何個か乗せます。まず人参、あっこわ、ゆっくり食べたいけどね、本当は。ある程度急がなきゃいけないです。夏日です。まだ次が待ってるから、お約束か。この生姜焼き結構味付け濃いめだと思うんですけど、僕らの仲間内じゃこれでもまだもっと濃い方がいいって思いますからね。本当に好みなんだなと思います。僕はこれちょうどいいです。天ぷらいいね、やっぱね。
さんたくさん天ぷら食べたいね。ピーマンとかオクラとか人間豆とか、人間豆の天ぷらも美味しいですからね。本当にですよ。コーナーの豚肉も素晴らしいよね。見ないですからね、本当に。スーパーで見ないもん。プロ仕様です、プロ仕様。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。